半金属とは元素の分類において金属と非金属の中間の性質を示す物質のことである。その定義は曖昧であり、決定的な定義や分類基準は存在せず、様々な方法によって分類が試みられている。一般的には、ホウ素、ケイ素、ゲルマニウム、ヒ素、アンチモン、テルルの6元素が半金属とされ、セレン、ポロニウム、 アスタチンの三元素がしばしば加えられる。炭素やリンなどは通常半金属とはされないものの、その同素体にはグラファイトやクロリンのような半金属性を有しているものが存在する。これらの半金属元素は周期表上においておおよそ放素からポロニウムまでをつなぐライン上に現れるが、その境界線の引き方にもまた多くの議論がある。半金属に 特徴的な性質としては、モロ性、半導体性、金属光沢、酸化物の示す良性などが挙げられ、半金属のイオン化エネルギーや電気陰性度の値は、一定の範囲に収まる。半金属の単体もしくはその化合物は、ガラスや半導体、合金の構成元素として広く利用されている。元素は通常、その一般的な化学的、 物理的性質によって金属もしくは非金属に分類される。しかしながら、いくつかの元素はその中間の性質を有していたり、両方の性質を合わせ持ったりしているために、その特性による分類が困難となる。そのため、これらの元素はしばしば半金属として分類される。半金属を表すメタロイドの語は、ラテン語で金属を意味する。 ミタリム及びギリシア語で形状もしくは外観が類似していることを意味するイーズの語に由来する。日本語では半金属の他に純金属、亜金属、またはそのままメタロイドとも呼ばれる。半金属は金属と非金属の間で曖昧な干渉地帯を形成する分類基準であると説明される。半金属は通常金属及び 非金属と並び立つ元素の第三の分類であると考えられているが、その包含する元素は、場合によっては金属に分類されたり、非金属に分類されたり、あるいは、半金属に分類されながら、半金属という分類自体が、金属、非金属いずれかのサブカテゴリであるとみなされたりする。半金属という用語には、普遍的に合意された厳格な定義は存在せず、 個々の元素の分類は任意であるとされる。しかしながら、以下に示す金属、半金属、非金属の物理的、化学的性質の表のように、金属及び非金属の性質と比較することで、半金属の性質が浮かび上がる。これらは、一般的な共通点を抽出しているので、いくつかの例外が存在している。典型的な半金属であるゲルマニウム。 半金属の特徴である金属光沢が見られる。蒸気の物理的、化学的性質のうち、諸さもしくは半導体性、またはその両方は、著しく特徴的な半金属の指標として用いられてきた。しかし、半導体性については、半金属に分類される元素のうちほとんどのものが、半導体性を示すもののすべての元素が、 必ずしも半導体性を示すというわけではなく、半金属は周期表情において特定の元素の科学的、物理的、電子的な性質に関連した科学的な概念であるのに対して、半導体は元素と化合物を含む素材の電子特性に関連した物理学的な概念であり、半金属と半導体は全く別の概念である。また、 例えば、半金属酸化物が良性を示すような、著しく際立った科学的な二重の振る舞いも、また、これまでに用いられてきた、半金属の基準の一つであり、半金属は、すべてが、金属光沢を示す個体であるとされている。その他の性質は元素によって異なっている。半金属の見せる金属的な性質はいくつかの、 特徴の組み合わせである点に注意が必要であり、ホークスは、ある元素が、半金属に属するか否かは、その元素が、半金属に関連する性質を、どの程度示すのかに基づいて、元素ごとに個別に審査することを提唱している。マスタートンとスロウィンスキは、半金属の4回エネルギーは 200kJ マイモル、周辺、電気陰性度は2.0周辺に集まって、 オリソレラは一般的に半導体であるが、アンチモンとヒソは金属のそれに近似した電気伝導度を有していると記述した。彼らの示す半金属の三つの特性は、右表のように六つの一般的な半金属に対して当てはまる。セレン及びポロニウムはおそらくこの表からは排除され、アスタチンは含まれない。他の定量的な特徴として、 空間充填率があり、一般的な半金属は34から41の間の空間充填率を示す。各半金属の空間充填率は、ホウ素38%、ケイ素及びゲルマニウム34%、ヒ素38.5%、アンチモン41%、デルル36.4%である。 これらの値は大部分の金属の空間充填率が通常80%以上であり少なくとも68%よりも高いことと比較して低い。しかし、非金属と分類される黒鉛の17%やンの、硫黄の19.2%、要素の23.9%、クロリンの28.5%よりは高く。 しばしば半金属として分類されるセレンも28.5%である。一般的な半金属は0.85から1.1、平均1.0のゴールドハマーハーツフェルド基準を有している。通常半金属として分類される元素は電気陰性度が1.9から2.2の間に集まっている。電気陰性度が大きな元素は 電子が強く原子に引き付けられているため S 軌道のエネルギーが非常に低くなり、ナノセカンド軌道と NP 軌道のエネルギー差が大きくなるため電子が極在化した共有結合性のワイドバンドギャップであるような非金属的な性質が現れる。逆に、電気陰性度が小さな元素は電子が原子に引き付けられる力が弱いため S 軌道のエネルギーが高くなり、 ナノセカンド軌道と NP 軌道のエネルギー差が小さくなるため電子が非極在化した金属結合性のバンドギャップのない金属的な性質が現れる。半金属元素の1.9から2.2という電気陰性度はちょうどこの両者の中間に位置するためナノセカンド軌道と NP 軌道のエネルギー差が中程度となり従って一部の電子が非極在化した共有結合性と 金属結合性を合わせ持つ中程度のバンドギャップという半金属元素特有の性質が現れる。酵素が半金属性を示す理由はその大きなイオン化エネルギーにも起因している。酵素の第一イオン化エネルギーは8.296エブと比較的大きく、そのため酵素はイオン化してイオン結合を形成することなく共有結合性の結合を形成する。 したがって、単体においても、酵素原子同士は共有結合性の強い結合で結びついており、自由電子として、導電性に寄与できる電子が少ないため導電性を示すものの、導電性は、低いという半金属に特有な性質が現れる。前述のように、半金属という用語には普遍的に合意された、厳格な定義は存在しないため、どの元素が、 半金属に含まれるかは、その分類を行う者の,の考える基準によって変動する。例えば、M3 による分類では、ゲルマニウム、ヒ素、アンチモン及びテルルの4つの元素の実が、半金属とされた一方で、セルウッドによる分類では、ホウ素、アルミニウム、ケイ素、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、スズ、アンチモン、テルル、ビスマス、ポロニウム及びアスタチンの12元素が、 半金属とされた。このように個々の半金属の分類における元素の組み合わせはその基準の不明瞭さによって多くのバリエーションが存在するものの、どのようなバリエーションにおいてもいくつかの元素は共通して半金属とされる傾向がある。周期表情において金属元素から非金属元素へと向かう間には元素の性質の連続的な変化が多かれ少なかれ、 存在しているため、半金属を分類するための標準的な基準が欠如しているということが必ずしも問題になるわけではなく、その連続的な変化の部分を取り扱う半金属という集合は元素の分類という目的にきちんと適合している。アンチモンの単体以下の6元素は元素の分類において一般的に半金属として分類される。これに加えて、 しばしばセレン、ポロニウム、アスタチウンが半金属とされることがある。しばしば酵素は単独でもしくはケイ素とともに半金属から除外され、テルルもよく除外される。また、アンチモン、ポロニウム、アスタチンを半金属に加えることに疑問が呈されることもある。半金属に合意された定義がないため、水素、ベリリウム、炭素、窒素、アルミニウム、 リン、イオ亜アエン、ガリウム、スズ、ヨウソ、ナマリ、ビスマス及びラドンが時切半金属として分類される。半金属という用語は以下の性質を示すのにも用いられていた。多くの科学者や関連する科学の専門家によって、金属と非金属の中間に位置する元素の分類という概念はしばしば拡張され、通常半金属であるとは認められない元素が、 半金属に含まれることがある。1935年、フェルネリウスとロビーは、炭素、リン、セレン及び要素ホウソ、ケイソ、ヒソ、アンチモン、テルル、ポロニウムよび当時未発見だった、原子番号85番の元素とともに、元素の中間的な分類に含めた。ゲルマニウムは、当時はまだ電動性に乏しい金属であると考えられていたため、 この中間的な元素の分類からは除外された。1954年、サボート・ラカトシュは、ベリリウムとアルミニウムを、ウ素、ケイソ、ゲルマニウム、ヒソ、アンチモン、テルル、ポロニウム、アスタチンとともに、半金属のリストに含めた。1957年、サンダーソンは、炭素、リン、セレン及び要素を、ウ素、ケイソ、ヒソ、テルル及び、 アスタチンと共に、特定の金属特性を有する元素の中間的な分類の一部として含め、ゲルマニウム、アンチモン、ポロニウムは金属に含めた。最近の事例では、2007年、ペッティは、炭素、リン、セレン、スズおよびビスマスを、ウ素、ケイ素、ゲルマニウム、ヒ素、アンチモン、テルル、ポロニウム及び、アスタチンと共に、半金属のリストに含めた。 これらのような一般的な半金属の近くに位置する元素は通常は金属もしくは非金属として分類されるがしばしば半金属に近いなどと呼ばれる。アルミニウム、鈴及びビスマスのようにこの緩やかなカテゴリーに入れられた金属には、例えば変わった重点構造を取る分子もしくは 重合状態において、共有結合を取る、良性金属として振る舞うといった性質を示す、傾向が見られる。それらはまた、弱い金属、貧金属、ポストセミ金属もしくは、これらの金属における、前述の不完全な金属的性質を意図して、セミメータルなどとして言及され、このような分類グループは一般には、周期表の同一領域を指し示しているが、 必ずしも、同一の元素を相互に含んでいるというわけではない。単体の要素。非金属ではあるが金属光沢が見られる。非金属に含まれる金属のうち、炭素、リン、セレン、要素は、それらの環境条件が、熱力学的に最も安定した形状において、金属光沢、半導体性、電導体もしくは値電子体の非極材性を示す。これらの元素は、 半金属的、半金属性を示す、半金属のような、いくらか半金属、金属的性質を有している、などと評される。いくつかの元素では、同じ元素の同素体であっても異なる性質を示す、ことがある。例えば、炭素の同素体のうち、ダイヤモンドは明らかに、非金属であるが、グラファイトは、半金属に、特有の限定的な電気伝導度を示す。 リン、セレン、スズを呼びビスマスも金属もしくは、半金属もしくは、非金属的な振る舞いを示す、同素体を有している。そのためサクライラは、半金属性は元素に、固有のものではなく、単体に、固有の性質であると中記した。セレンは、半金属もしくは、非金属としての振る舞いを示し、それらの境界線上に位置する元素である。左。 灰色セレン、右、赤色セレンセレンの最も安定した同素体は、六方小系の結晶構造をとる灰色セレンであり、単写小系の結晶構造をとる赤色セレンと、比較して数桁高い電気伝導度を示すことから、金属セレンと呼ばれている。セレンの金属的な性質は、光沢、結晶構造、溶融したセレンを引き抜き加工することによって、 細い糸状にすることができる性質。非金属に特有な抗酸化数状態において電気抵抗が発生する性質。そして、トリヒドロキシセレニウムの可塩素酸塩であるセサンクロ4の形の加水分解されたヒイオンの塩の存在などによって示される。セレンの非金属的性質は、脆さ、バンド構造。 19から高純度品で 1012S、センチメートルマイナス1という低い電気伝導度、比較的高い電気陰性度、液体状態においても保持される、半導体性、そしてセレンの非金属陰ン型であるセニ、SEO2。3、SEO24 における化学反応、発煙硫酸に溶解した際に、イオウやテルルと同じくセニ8のような、 感情ポリカチオンを形成する能力などによって示される。ポロニウムはいくつかの性質において明確に金属的であり、その金属的な性質は、ポロニウムの多くの塩類の性質、水溶液中において形成する、バラ色のポニヒヨンの存在、そしてポロニウムの二つの同素体における金属的な電気伝導度によって示される。しかしながら、ポニのアニオンを含んだ、 多数の金属ポロニウム化物を形成するように、非金属的な性質も示す。アスタチンは非金属もしくは、半金属に分類される。通常は非金属として分類されるが、いくつかの著しい金属的な性質を有している。1940年、アスタチン原子の合成に直結した初期の研究者は、アスタチンは金属であると考えていた。 その後の1949年の言及では、アスタチンは還元するのが難しく最も不活性な非金属であり、同様に酸化するのが難しく比較的等々な金属であるとされていた。1950年には、アスタチンはハロゲンであるため活性な非金属であるとも言及された。アスタチンの非金属的な性質としては以下のものがある。 アスタチンの金属的な性質としては、以下のものがある。酸化アルミニウム。半金属元素の酸化物に特徴的な良性を示す。アルミニウムは、その光沢、過炭性及び塩性、高い熱及び電気の伝導率、細密充填構造をとることなどから、通常は金属として分類される。しかしながらアルミニウムは、以下のような金属としては、 珍しい性質をいくらか有しており、しばしばアルミニウムを半金属として分類する根拠とされる。ストットは金属的な物理的性質を有するものの、いくつかの非金属的な化学的性質も有するよい金属であるとアルミニウムを分類した。スティールはアルミニウムの量生産化物を形成し、多くの共有結合性の化合物を形成する性質は、 弱い金属に類似しているが、それでもアルミニウムは高い負の電極電位を有する強く電気的に陽性な金属であるとアルミニウムの科学的な振る舞いをやや逆説的に記した。半金属としてのアルミニウムの理解はその多くの金属的な性質と金属と非金属の境界線に隣接した元素が半金属であるという記憶を呼び戻すためにアルミニウムが その代表的な例外であるということを重要視するためにしばしば議論される。一般的な周期表。半金属はうぐいす色で表されている。半金属は周期表上において金属と非金属との境界線の両端に集まる。それらの元素は一般的に左下に向かうほど金属的な性質が増し。 右上に向かうほど非金属的な性質が増す。この境界線が規則的な階段で表現される場合、それらのグループにとって最も臨界温度の高い元素が境界線の直下に位置することになる。この境界線は金属非金属線、半金属線、半金属線、ジントル境界、ジントル線などと呼ばれる。後ろの2つは、 1941年にフリッツ・ラーベスによって命名された第13属元素と第14属元素との間に引かれた垂直線及び通常周期表情で第14属元素より右側に位置する元素と金属元素によって形成される塩のような化合物と第13属元素と金属元素によって形成される金属間化合物とを区別するのに使用される 境界線も意味する。このような金属と非金属を分割する境界線の概念は少なくとも1869年より古い文献において記述されている。1891年、ウォーカーは金属と非金属の境界として周期表上に斜めの直線を引いて図表化したものを公表した。1906年、アレクサンダー・スミスは 彼の非常に影響力のある教科書、Introduction to General Inorganic Chemistry において、非金属を残りの元素から分離するジグザグの線を周期表情に含めた。1923年、アメリカの科学者であるホーレスグローブス・デミングは、彼の書いた教科書、ゼネラル・ケミストリー・アンエレメンタリーサーベイにおいて、金属と非金属を分離する。 階段上の線を単周期表を呼び、各属を18列に並べた、通常の周期表のそれぞれに含めた。1928年、メルクは当時アメリカの学校で広くルフしていた、デミングの18列の周期表を配布する準備を行い、1930年代までには、デミングの周期表は、科学のハンドブックや百科事典にまで掲載されるようになった。 それはまた、サージェントウェルチ社によって、長年配布され続けた。一部の著者は、金属と非金属の境界線に接している元素を、半金属としては分類せず、その代わり、例えば境界線の左側に接する元素を、若干の非金属的性質を示す、対して、右側に接する元素を、若干の金属的性質を示すといった注釈をした。 このような体となった分類は、金属や非金属の間の結合の種類を決定するための単純な規則の確立を容易にすることができる。他の著者はいくつかの元素を半金属と分類することが、半金属は周期表情の境界線上で急に一体として変化するのではなく、その性質が徐々に変化していくことが強調されるということを提示した。 時折、金属と非金属の間の境界線は、金属と半金属及び、半金属と非金属をそれぞれ分割する2本の境界線とされることもある。いくつかの周期表では、金属と非金属の形式的な境界線がなくとも、半金属元素を区別する。その場合、境界線の代わりに、斜めの帯もしくは広がった領域のような左上から、 右下に走る範囲で示され、それはヒ素の周りに集まる。メンデレーエフは金属と非金属の間に明確な境界を引くことは不可能であり、そこにはいくつもの中間的な物質が存在しているという見解を示した。いくつかの他の出典は境界線の混乱や曖昧さを中期し、見かけ上不定であると示唆し、その妥当性に対する反論の論拠を提供し、 そしてその誤解を招き、論争となり、または、おおよその性質としてのコメントが行われた。デミング自身も、この境界線を正確には引けないことを中期した。ヒ素やアンチモンのような一般的な半金属は、それらの純粋な単体で、構造材として用チーには、脆すぎる。一般的な半金属の典型的な用途としては、以下に示すように、 ガラス質の酸化物としての用途、合金の構成元素もしくは添加剤としての用途、半導体の構成元素もしくはその銅パントとしての用途などが挙げられる。高純度に酸化系素で作られた光ファイバー半金属元素の酸化物である酸化ウ素、二酸化系素、二酸化ゲルマニウム、三酸,酸化二ヒ素及び三酸,酸化アンチモンはガラス質を形成する。 二酸化テルルもまたガラス質を形成するが、そのためには結晶の形成を避けるために焼き入れを行うか、もしくは不純物を添加剤としてを加える必要がある。これらの化合物は、化学用や家庭用、産業用のガラス製品において実用されており、特にゲルマニウム及びテルルは、光学ガラスとして利用されている。1914年、デッシュは、 特定の非金属元素は、明確に金属的な性質の化合物を、形成することができ、これらの元素は従って、合金の素性として組み込むことが可能であるかも、しれないと書き記した。彼は、合金の構成元素として、特にケイソ、ヒソ及びテルルを想定していた。後にフィリップスとウィリアムズは、ケイ素、ゲルマニウム、ヒ素。 アンチモンの貧金属との混合物はおそらく最良の合金であるとされると記した。半金属元素を合金に加えることで、その融点を下げる方向に制御することができる。また、その合金の融点に対するガラス転移温度の比を大きくすることで、非小質な合金を形成することができるため、半金属元素を加えて融点を下げるということは、 非常質な合金が得やすくなることを意味している。雄素は、繊維金属との間で、MNB の組成の金属間化合物及び合金を形成することができる。このような合金もしくは金属間化合物は、細密に充填された金属原子の隙間に、雄素原子が入り込む形で形成される。サンダーソンは、ケイは自然な状態においては、半金属であるが、 金属との合金を形成する能力においては、完全に金属的に見えるとコメントした。鉄、コバルト、ニッケルの三元合金に放送及び軽素を添加することで、当時性の大きな非消室の難治性合金を形成することができる。このような合金は、保持力が低いためにヒステリシスゾーンを低く抑えることが可能となり、非消失合金であることに気にして、 電気抵抗が大きいため、渦電流損も低く抑えられる。これらの性質を利用して、磁気ヘッドや電気トランスの鉄心のような難磁気性が要求される用途において有用な材料として、広く用いられている。ゲルマニウムは、多くの金属元素と合金を形成することができ、その中で最も重要なものとして、第11属元素との合金が挙げられる。ヒ素は、 プラチナや銅を含む金属と合金を形成することができる。アンチモンは活字合金やピューターに代表されるように合金の構成元素としてよく知られている。テルルは銅との合金として利用される。1973年のアメリカ地質調査所の報告によれば当時のテルル生産量のおよそ18%は銅テルル合金及び鉄テルル合金向けに 販売されていた。ケイ素を用いた太陽電池すべての一般的な半金属もしくは、それらの化合物は、半導体もしくは、固体電子工学産業における用途が見つけられている。その代表的な例としてケイ素は、半導体の主要用途の一つである太陽、電池材料として広く利用されており、テルルの化合物であるテルルカカドミウムも、 低コストな太陽電池材料として実用化されている。酵素はその高い優点と、不純物の導入及び制御、保持の困難さに起因して、単結晶を得ることが相対的に難しかったため、酵素が半導体として利用され始めたのは他の半金属元素よりも遅かった。アズニセさんや SB ニッテさんのようなォー V 属化合物半導体は、 ガラス質を形成する低油点半導体として利用される。また、インスビーやビクススビー 1X のような半金属合金はバンドギャップの非常に小さな微小ギャップ半導体として利用される。MG2SI や MG2GE のような2、鉱属半導体もバンドギャップが狭い。水銀は常温で液体であるという金属としては特殊な性質から以前は 半金属として分類されていた。個体で溶融する過炭性の物質であるという古代における金属の概念は、プラトンのティマイオスやアリストテレスの気象学に見られる。強く金属的な性質を示す物質を、金属的な性質が劣っている物質から分離するための分類システム構築の試みは、ニセゲベル、バジール、バレンタインのパラケルスス、 ヘルマン・ブールハーフェノなどによって行われ、これらは、反金属もしくは、偽金属と呼ばれた。1735年、イエオリ・ブラントは、過炭性の有無を、この分類の原則とすることを提言し、その原則に従って、水銀を、金属から分離した。ルドルフ・ボーゲル及びビュフォンも、同様の見解を示した。その後の1759から60年、 ブラウンによって、冷却による水銀の凝固が観察され、それが1783年に、ハチンズとヘンリー・キャベンディッシュによって確認されたため、水銀の過炭性が明らかとなり水銀は金属に含まれるようになった。しかし、これらのもろく、不完全な金属であるという非金属の概念は、アントワーヌ・ラボアジへの革命的な 科学言論が出版された1789年以降、徐々に放棄された。1807年、金属と金属に類似した物質との古い分類を復活させる試みにおいてヒルマンとサイモンは、新しく発見された元素であるナトリウム及び、カリウムが水よりも軽く、多くの科学者が金属として分類することに賛成しなかったことから、これらの元素に言及するために、 半金属という用語を用いることを提言したが、科学者のコミュニティに無視された。1811年もしくは1812年、イエンス・ベルセリウスは、非金属元素が、オキソアニオンを形成する能力に関して、半金属と呼称した。ベルセリウスの用いた、半金属という語の用法は広く採用されたが、それはその後の論シャらによって、直感に反する、ご用される。 妥当でない、もしくは説得力がないと評価された。1825年、ベルセリウスのテキストブックオブケミストリーの改訂されたドイツ語版において、ベルセリウスは自らが定義した半金属の概念を3種類に再分割した。一つは常に気体であるガゼロイタ。一つは真の半金属メタロイド。そしてもう一つは塩を形成するハロゲニアである。 1845年に発行されたエディクショナリー・オブ・サイエンス・リテラチュアアートにおいてベルセリウスによる元素の分類はアイガゼライツ、2ハロゲンズ、3メタロズ、4メタルズと表された。1844年、ジャクソンは金属に類似しているが、いくつかの性質が欠損しているという現在の半金属の概念と類似した意味を半金属の用語に与えた。 1864年、非金属の分類のために使用されていた。半金属という用語は最高機関によって依然として認可されていたが、その使用は必ずしも適切ではなく、半金属の用語はより正確であるヒ素のような他の元素への適用も考慮されていた。1866年という早い年代に、一部の著者は非金属元素への言及のための用語として、 半金属よりも、むしろ、非金属という語を使用していた。1876年、チルデンは、酸素、塩素、フッ素のような元素に、半金属という用語を与えるような慣例が、非論理的であるにもかかわらず非常に一般的である、ことに反対して抗議し、それまでの分類に変わって、元素を、真の金属であるバサジェニック、半金属であるインパーフェクトメタルズ、 非金属であるオキシゲニックの三つに分割した。1888年になっても、金属、非金属、半金属という元素の分類は、依然として、金属と半金属という分類よりも特殊な分類であると考えられており、潜在的な混乱の原因であった。1911年、ビーチは、半金属について以下のように説明した。 科学における、半金属、非金属元素とも、硫黄、リン、フッ素、塩素、ウ素、臭素、ケイ素、ウ素、炭素、窒素、水素,素、酸素及びセレンの13元素が含まれる。半金属と金属との間の区別はわずかである。前者は、セレンとリンを除いて、金属的な光沢を持たず、熱及び、電気の伝導性に乏しく、 通常光を反射せず、非音を形成しないため、これらの試験を達成しない。この用語は、金属と非金属の明瞭な境界線が存在しないという理由のために、非金属という語の代わりにもたらされた新しい語法であるらしく、そのため金属に類似したもしくは金属のような、という分類は、純粋に、電気陰性な非金属という分類よりも良い、説明である。 当初、それは、常温で固体の非金属に適用されていた。ビーチ1911、ザ・アメリカーナ、A ・ユニバーサル・レファレンス・ライブラリー1917年、ゴロ、ミズーリ州薬剤指針議会は、以下のように記した。金属は熱及び、電気の優れた導体であり、光を強く反射し、電気的に陽性であるという点において、半金属、 つまり非金属とは異なっていると言われている。半金属はそれらの性質のすべてではないものの一つ、以上を有しているかもしれない。要素はその金属的な外観によって、最も一般的な半金属の実例である。マヨ1917、アメリカンドラッグストファーマシューティカルレコード、ボリューム65、ナンバー4、P551920 年代間。 半金属という用語の二つの意味は流行の移り変わりを受けているように見えた。コーチはエーディクショナリーオブケミカルタームズにおいて、半金属とは、非金属の古く垂れた言い方であると定義した。一方でウェブスター S ニューインターナショナルディクショナリーにおいては、非金属を言及するための半金属という用語の、使用は、ヒソやアンチモン。 テルルのような典型的な金属に類似した元素へ何らかの方法で適用される基準として中期された。半金属という用語の使用はその後1940年までの間大きく流動していた。半金属の用語を中間もしくは境界線上の元素に対して適用するという合意は続く1940年から1960年の間には起こらなかった。 1947年、ライナス・ポーリングは、彼の古典的かつ影響力のあるテキストである、ゼネラル・ケミストリー・アン・イントロダクション・ツー・ディスクリプティブ・ケミストリー・モダン・ケミカル・セオリーにおいて、半金属についての言及を行った。ポーリングは、半金属を中間的な性質を有する元素である、ホウ素、ケイ素、ゲルマニウム、ヒ素、アンチモン、テルル、ポロニウムを含み、 周期表上で斜めの領域を占領していると記述した。1959年、国際純正、応用科学連合は、たとえ半金属という用語が非金属の概念を意味する用語として、フランス人などの間で未だ使われているとしても、半金属という用語は非金属を表すために用いてはならないと勧告した。1970年、IUPAC はさらに、 半金属という用語は異なる言語において、継続的に一貫性なく使用されているため、半金属という用語を放棄するように勧告し、金属、半金属、非金属の用語を代わりに用いることを提案した。しかしながら2010年現在では、バンド理論における、半金属という用語と明確に区別ができるため、元素の分類における、セミメタルという用語の使用は、 メタロイドという用語よりもむしろ少なくなっている。メタロイドという用語は、このような奇妙で、中間的な性質の元素を正確に説明しており、メタロイドという用語が、時代遅れであるという言及はナンセンスであると、評された。バンドリ論における、半金属は、フェルミエネルギーが、値電子体の最上部と、電動体の最下部を横切っている状態。 またはその状態を示す物質。この場合、値電子体最上部にホールができ、電動体最下部は電子が占有している。金属より電気伝導度は低い。セミメタルとしてはグラファイト、ヒ素、アンチモン、ビスマスなどがある。温度と電気伝導との関係は、金属と同じで温度が下がるほど電気伝導は良くなる。セミメタルの特徴としては、 キャリアが少ない、有効質量が小さい、半自制自家率や有電率が大きいことなどが挙げられる。なお、ハーフメタリックという用語は、ここで述べた、セミメタルとは別の概念である。ありがとうございます。